の世界外国代表座決定戦、岩田翔選手の試合後の記者会見の方を始めさせていただきたいと思います。まず代表の方から、何回質問の方をさせていただきます。まずは岩田選手、試合後お疲れ様でした。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。勝利をした直な感想をお願いします。本当にこの日のためにしっかりやってきたので結果が出せてホッとしてます。試合内容の総括を改めてお願いいたします。自分が、ずっと子どもの頃がこう得意だった動きっていう、パンチだったり以外をすごくこの2年間でそのできるようにしたいなっていうのでしっかりやってきたので1ラウンド目からジャブが相手の顔にヒットしてパキッていう音がしたり顔がちょっと腫れたかなっていうような感触があったのですごく練習してきたことが2年間練習してきたことが出せたなっていうふうに思います。青トレーナーの方から試合振り返っていかがですか。すごく内容、3ラウンドずっと通していい内容だったんじゃないかなと思います。はい。差し替えなければ今後について岩田選手言える範囲で大丈夫です。今後について自分はまだまだこれからもっと強くなれるなっていうふうに思っているので今日、チャンピオンになることができましたけどこれからもっと強いチャンピオンになれるようにしっかり頑張っていこうかなと思ってます。ありがとうございます。代表の方から以上になります。それでは記者の皆様質問のある方は挙手していただいてお名前と、所属を名乗ってから質問をお願いいたします。質問ある方いかがでしょうか。はい、はい、日経新聞の方でおめでとうございます。ありがとうございます。ラウンドはダウン取る瞬間までは結構相手が勢い出てきてて、はい、ちょっと押し込まれてるとか少し劣勢になりかけてると雰囲気もあったんですけど、はい、自分の中ではどうですか。すごくその相手がガーッと来てるときはすごく自分では冷静で相手が攻めてきてくれた方がやっぱりこう自分の攻撃が当たるなっていうふうに思ってたので、でやっぱり、左右のフックだったりを振ってきてたんですけどちょっと前傾姿勢に相手がなってきてたんでアッパーが当たるなっていうふうに思ってでアッパーが当たったので良かったなっていうふうな感じですは多分ダウン取って まとめにいってる時に頭が当たってそれで切れました。最後の最後最後その他質問あるか。事実としてね、できないことをやれるようにお話しされてましたけど最初におっしゃったジャンプとか今おっしゃったアッパーとか今振り返るそういう自分の2年前に自分は今までこういきなり飛び込んで当てたりとかこう何の駆け引きもなくいきなり行ってっていう風な動きが多かったんですけど青さんにボクシングの駆け引きだったりっていうのをすごくもちろん左の使い方もそうですしそういったところを厳しく指導してもらってそれが、今日の試合は冷静に1ラウンドから出せたのかなっていう感覚です。はい、しながらしっかり駆け引きの上で勝てばっていう状態が。そうですね、しっかりとこう、会長にも、青さんにもよく怒られてもっとこう相手を崩してから自分の得意なパンチだったりを当ててっていういきなり行ってこう、世界のレベルではそれは通用しないよっていうことをこの2年間でやってきました。
どうか質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。試合後はヤンキー選手のことを言ってましたけれども、もう少し詳しくはなぜアスプレーのワールドカップのお願いというか。日本タイトルの時になんか自分が逃げたみたいなことをSNS で結構言ってたことがあって、全くその対戦の話だったりは自分の耳に入ってなかったので、っていうのと、あとやっぱり、本当にライトフライ級で盛り上がるカードって言ったらやっぱり矢吹選手、矢吹新チャンピオンと自分の試合っていうのがファンの皆さんが見たい試合なのかなっていうふうに思うので、それは実現できたらすごく嬉しいことだなっていうふうに思います。もう少し時間取って始まるので、アウトレーナーに聞きたいんですけど、初めて世界チャンピオンに出場されたはい、そうなりますけど、それについても感想をすごく不思議な気持ちです。はい、でさっきの小吉がね、厳しくっていうふうに言ってましたけど、確かに厳しく言ってたかなとはすごく思います。ただやっぱりそれができるから、できると思ってできるからこそ言ってる部分もあったので、結果取れたので良かったですけど、そうですね。また これからもどんどんその強い相手とやると思うので、厳しく言うこともあるかもしれないですけど、そこはできるからこそ言ってると思って。これからもまた一緒に頑張れたらなと思います。はい、続けてすいません、岩手チャンピオンに行きたいんですけど、ずっと早稲田出身の選手が過去何人か挑戦して、シェイラとか総大出身世界王者ということに対しての、いいですけど、気持ちはいかがですか。やっぱり自分はその、早稲田大学はボクシングがすごく強いわけではないので、でもだからこそチャンピオンになりたいなっていう、でやっぱり今まで、いないっていうことはずっと知ってたので、やっぱそれはやっぱり早稲田のボクシング部分に対してもすごく絶対に自分が取ってやっぱ歴史に名を刻みたいなっていうふうな気持ちではいました。すみません、ちょっとあと前回のゴンザレス戦の技と、面白くない試合、しちゃったっていうようなニュアンスの発言とか言ってましたけど、今日の試合はご自身で面白かったかそうですね、まだ映像見れてないんですけど、本当に2年前に素晴らしい舞台をやっぱり用意していただいて、で、負けたことももちろんそうなんですけど、内容的に、自分がじゃあそのボクシング見ててあんな試合誰が見たいんだっていうふうに思うぐらい良くない試合をしてしまったので、あんだけの舞台を作っていただいたので、なのでやっぱり今日はしっかりとした内容で勝ちたいなっていうことは思って練習してました。面白かったと思う。面白かったと思う。今日あ、今日ですか。今日の試合ね。時間的に次の相撲対応とさせていただきますが、いかがでしょうか。サンキュースポーツの方に申します。ありがとうございます。ヤンキーチャンピオンは、ちょっと減量がきつくて、ライトフライでは、試合をしないみたいなことをおっしゃってたんですけど、それは、なんとかもう1試合になってくれるということなんですか。でも、自分もきついですよ。
結構あの今回も結構顔やばくなかったですか、うん、まあ本人も今回はちょっときつかったっていうふうに言ってたので、あのまあ高校 1,2 年からずっと同じ階級で自分もやってるので、まあ、楽ではない。なので、まあ、まあそれは、うん、でもまあ結構言われるんで、やっぱりファンの方とかにも、まあ、その試合実現できたら、まあ、盛り上がる、やっぱ日本人対決っていうのは、まあ自分の限られた現役生活の中でやってみたいなっていう希望ですね。この1球ででもいいというのか、そこに自分はそうですね、自分はライトフライで、お互いチャンピオンの中で面白いわけであって、そうですね、確かに自分は減量頑張りたいなと。じゃあ、今、一緒に起こせるならばっていう感じで、そうですね、はい、はい。